真田様、無事会の人はすでに来てます。ご指示を。武士としてやつらに敗北を味わわせろ。はい。你们去那边。是是。我々の計画はすでに始まって、俺の仕事も済んだ。中国にも鶴がいる。しかし、この季節は北へ飛んで行くのだ。そこの鶴は流暢だ。どこへも行かず。そういうとこは君とそこりだ。この数年、君がずっとそばにいてくれて、どんなに辛くても何の文句がなかった。しかし、これ以上、君をそんな危ない生活を送らせるわけにはいかない。私はもう手配した。君が今夜船に乗ってくれ。一日早くふるさとに帰ればよい。ありがとうございます。お世話になった。Thank you.
明修栈道，暗度陈仓，好计谋。转过来，我不杀背对我的人。喝茶的过程其实是人与人之间的沟通。日本的茶道讲究和敬亲近，放进自己，敬畏对手，这也一直都是我们的品德标准。但是放到国家却不一样，我们两国在过去的50年来是很相像的，都是被西方人用洋枪利炮炸开了国门，才猛然发现自己已经远远地落后于这个时代。你们幅员辽阔，有着无尽自身资源，也就有着退路，而我们没有。所以我的国家是在求生。你到底想说什么？强存弱汰，这是自然法则。人是这样，国家是这样，你们武士会也是这样。武士会还能存在多久，不是由你们说了算。当年何长川来找我合作的时候，你也说过这样的话。何长川，对错都是后人的评价。一个武士，总有应该坚持的东西，为此付出一切，这本身就是一件伟大的事情。其实这个时代已经不需要武士了。这把刀叫古元安切，20年前曾经断过，重铸之后再未斩杀过人。
好道法，请问东方在哪里？在你右边。阿里嘎多。